P.J. ワシントンことポール・ジャマイン・ワシントン・ジュニアは、アメリカ合衆国、ケンタッキー州、ルイビル出身のプロバスケットボール選手。NBA のシャーロット・ホーネッツに所属している。ポジションは、パワーフォワード。ケンタッキー大学で2年間プレーし、2019年の NBA ドラフトにアーリーエントリーした。2019年6月20日、ドラフト1巡目全体12位で、 シャーロット・ホーネッツから指名を受け、7月3日にホーネッツと契約した。1年目の2019から20シーズンの開幕戦となる10月23日のシカゴブルーズ戦で NBA デビューした。この試合で7本のスリーポイントシュートを決め、デビュー戦での最多記録を更新した。1年目から先発に定着し、活躍が評価されライジングスターズチャレンジにも選出された。 NBA オールルーキーチームにも選出された。2020から21シーズンの2021年2月28日のサクラメントキングス戦で自身初の40得点以上となる42得点を記録した。出場なし。ありがとうございます。